はい、短期決戦です。1月16日、9時17分です。第1346回、ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6ね、あ、ごめん。まずね、ロト6過去10回と、ミニロト過去2回、ロト7過去2回をこう、入力するわけ。そうすると、右側に、カウントイフで、この青い範囲内に1が何個あるかって、2が何個あるかって出てきて、で、この、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回、この混合6回の中に、1が何個あるか、2が何個あるか、右の表に入ってきて、全部関数で入ってくるわけ。で、重複をチェックしてます。で、その隣に、ボーナス数字が何個あるか。セブキンさんメガホンを5個プレゼントしまあしりた。がとう。それで重複を見ていくと、10回中5回1回ボーナス数字が15、10回中4回1回ボーナス数字が16、29、34、10回中3回が1、6、23、26、31、10回中3回1回ボーナス数字が9、10回中2回が2、4、8、これなんだ、10か。2、4、8、10、12、20、28、33。10回中2回1回ボーナス数字が18、19、39、42、43。で、今後6回。6回中4回1回ボーナス数字が26。6回中3回が1。6回中3回1回ボーナス数字が11。6回中2回が3、8、10、16、セブキン18、さん、ボンド22、S もう買いましたか？27、29。出 しても分かんなかった。6回中2回1回ボーナス数字が28。6回中2回2回ボーナス数字が30。で、使ってる数字を全部並べるとこうなるわけ。10回、過去10回から使ってる数字を全部並べるとこうなる。で、今後6回使ってる数字を並べるとこうなって、で、全部並べ、使ってる数字を見ると、こうなる。全抽出数字が出てくるわけ。そして、それを下に持ってくると、この色分けして、緑で示したのが、今後、あ、じゃ、過去10回。で、オレンジで示したのが、今後6回。で、それで、さらに重複してんのが、1、8、10、16、18、26、28、29。で、出てない数字が、7、14、24、32、38、40、41。で、挟まれた数字が、5、13、17、21、25。この5とかね、1回しか使ってないんだけど、今後出そうな数字ってことだね。で、参考回は、今後6回。ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回。んで、木曜日は、ロト7から出やすいと。で、ロト7と、前々回のロト6から。で、重要数字がこう出てくるわけだ。で、準重要数字はロト7。で、それと、前回の変な数字。前回の変な数字。これはね、前回ね、予想もしなかった数字だったんだけど。それを、組み合わせて、数字を作っていきます。そうすると、1、3。これね、ロト7？ミニロトはね、なんかね、3、4って出たんだよね。3、4あるかもよ。3、4。1、3、6、8、10、11、13。あ、多いな。3、4。22、バックヤールさん真剣によくこんなオカルト予想を語れるな。確率30、はすべて37、互角。43。こうな。2、4、7、9、愛さ11、んも今日親が死んだら生きていけないところまで来ているのに、収入4、減りすぎて貯5、金ためでやろうと思わないのは23、なんで？39、38、44。こうね。で、3、13、18、いや、16、18、20、28、29かな。12345。ちょっと待って、なんかいい数字出てこない？ああ、なんか下がってったね、結局、ドル円とポーン円な。
いい数字出てこない。もう9時半じゃん。ちょっと待って、なんか後ろから行ってみるか。43、37、30、28、29、28、22、42、36、29、27、28、27、21。これちょっと、ちょっと変えていくと。11、10、11、10、11、3、6、10、11、16、18。これをちょっと並び替えていけばいいんだよ。20ね。これをちょっと並び替えていけばいいだけだよ。3来るかな。 15?15 があるね。27、33。ちょっと待って、考えろ。3は来るよ。4も来るよ。15、20、27、23、30。これいいかもしれないね。これね、ちょっとね、これちょっとね、これいくか。これと1、6。15、31、31。ダメか。バックヤールさん、5個目16が2個あるぞ。ボケ。本当だ。これな。そうだな。23、28、29、30が入れたいんだけどな、これな。これ16じゃなかったらなんだ。 19? これは同じような数字だけどね。どっちがいいかな。こっちだな。1かな、やっぱな。1って何回使ってんだろう。ああ、1ずーっと使ってんだよ。ロト7もロト6も1使ってんだよ、これ。1だな、やっぱな。1と15あるな。1と15、23ってないな。1と、だって。3か。1368でちょっとね。1368はね、ちょっとね、使うんだよね。1368。15。30。18、16。ああ、16より15の方が良さそうだけどな。18、15。こんな感じだね。22、43。26、37、33、27、20。
ああ、いいね。ここら辺だよ。ここら辺だよ。どっちかだよな、これな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。あと2つか。ちょっと待ってね。もうあと2つ考えてからにしようか。4,7。11。15。30、33。14。15。16か。16、26、28、29、28、30。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。全部いったね。これね。ちょっともうちょっと、もうちょっと組み合わせてみようか。これね、26、30はいいと思うんだよ。26、30と16、1、4、8か。そうだな。これいいんじゃないの？ふぅ。これ、これとこれ。3、4、15、20、27、30と1,4,8,16,26,30。あ、これいいんじゃない？ OK。 すっきり。望遠鏡誤算ナンバー3わかる。次は何用？バックヤールさん44あるぞ。44って何？あ、44があるね。42しとくか。ナンバー3わかる。次は何よ。ナンバー3。ナンバーズ3はいつだろうね。明日、毎日ナンバー3やってるよ。ナンバーズ3って毎日やってるよ。毎日だよ。OK。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。